お、たけるくん。パパちゃんからワンコールで電話が来た。落ち葉さんいらっしゃいませ、お疲れ様です。久しぶりにこれ、あまあまさんいらっしゃいませ。久々に来れました。ありがとうございます。さあ、たけるくんとのノーハンデの勝負です。お風呂上がりのたけるくん、もうそろそろ冬休み入るのかな。さあ1本目外したが20取りでカバー、24から26くらいなのかな。終業式だから多分北海道冬休み、あ違う、夏休みが長くなんだ、冬休み短くなるのか。今週で終わりじゃない、もう明日で終わりじゃない、もう学校。そんなことない、月曜日とかまであんのかな。21ですか、もう、もう、うん、キヨさんいらっしゃい、こんばんは。こんばんは。練習だって、あ、5で終わりとかかな。まあそろそろだよね。さあハイトンで稼ごうとしたが失敗。ABC さんありがとうございました。普通に上手い人と試合でした。アワード欲しかった、残念残念。まあトンパチがね出たっていうことでね。26から冬休み、25が終業式ですね。さあたけるくんの通知表はどうなのか。まあいいだろうな、たけるくん落ち着いてるしさ、協調性あると思うしさ言葉遣いいいし、いいよな。お前90のすごい、おい、上手、俺あれできないなあれどうやんの、あれ肩を動かすわけじゃないでしょ、首を動かすんでしょ、俺できないんだよ俺、ね、うちの姉がなんかやってたんだよね。俺できてます、え、あ、できてる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 、どうやんの。まず肩に手を置けないんだけど鶏みたいなもんでしょ、うん、無理首横向いちゃうもん。昔からできなかったなあれ、キュッ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 。なうちらの世代だったら、あの高田純次のグロンさんの CM がね伝わる、ABC さんとかは伝わると思いますけどね高田純次のグロンさんの CM、 うわレス、おちぼさんもわかる。こうじから男のグロンさん、エビエビエビ、わかります、わかりますよね、グロンさん、グロンさんの CM。 だって横向いちゃうよね。
1月21までお休みです。あら、泊まる？泊まるのか。インフルで死んでる間にありがとうございます。3000行きました。もうね、3000もう安定するしたので、ま、今年中にできるか、それとも年明けになるかわかんないですけど、必ずあのプレゼント企画やりますので楽しみにしてください。年内ね、ちょっとまだ予定決まってないですけど、何本か動画は上げますので、配信もね、来週はギリできるかな。配信はまあなんとか毎週やりたいとは思ってます。年明けはちょっと一発目厳しい。おー、なんかダーツとか飛んでたぞ。南沼エビさん、こんばんは。いつも見てます。葵くんに癒されてます。癒される？どう癒されるか、もうイライラしかしねえんだけど。俺は葵にイライラしかしない。そんなことない、俺イライラすることないから。愛されキャラだからね。さっきからやろうとしてないけどできないの。どうやればいいの。ああもう全然ダメだ。インフル体調崩してダーツの感覚も壊しました。まあでもなんか今キヨさんいいんじゃないですか。多分ワンステップ上がってると思いますよ。マシューさんごめんね、名前入れてもらって。今ちょっとあれ読みなんて読むんだっけと思って、ああと思ったらマシューさんって、マシューですって書いてくれてた。ありがとうございます。マシューさん、マシューさんありがとうございます。森屋さんいらっしゃいませ。あれなんか普通に負けてる。あ、お、勝ちました、勝ちました。タケルくん青いから取りました。 4.38、 青いがついていけなかった。3レグ目タケルくん、いや、ワンステップ上がってるって、この間ツイッターでキヨさんが書いてることが何だっけな、なんかとなんかとなんか気をつけるみたいなこと書いてたんだけど、レベルが高いところで多分意識してるなっていうのと、まあそこに気づけるとか、そういう点がね、何だったかちょっと俺忘れちゃったんだけど、多分あ、その感覚あるんだって感心した。なんか、ああそういうところ気づいてるんだみたいな、多分前までなかった感覚だと思ったり、まあ人に言われたのかはちょっと分かんないんだけど、直接がどうのこうの、延長戦がどうの、なんだったっけな、なんかそんなような気が。あー惜しい。なんだったっけ、キヨさんがね、なんか言ってたの。あ、ホーム P がリツイートしてくれました。ありがとうございます。あ、ほんとね、腕を早く振るんじゃなくて少し上に出す、ターゲットと目線の延長じゃなくて、延長が手首
くらいみたいな、かなり細かいところと自分の腕の振るスピードを意識できるっていうのと、っていうのがね、多分ね、かなり感覚的に、落ちちゃった。あやる君もう一回最初から。感覚的にレベルが高いことだと思うし、腕の振るスピードね、コントロールできないんですよ。まずは腕の振るスピードを意識。意識ね、コントロールもそうだけど意識できる。ナイスインブル、ナイスインブルなくなっちゃいました。ナイスインブルなくなっちゃいました。だけど最初からだ、まあ早く遅くって言うのは簡単なんだけど、多分それを意識できるとか、ごめんねごめんねごめんね、いえいえ、早くしちゃったらこうだ遅くしちゃったらこうだとかね、多分かなり細かいところまで意識できてる時点でレベルが上がってると思うな、うん、多分ねワンステップ上がってますよ今。数字的に例えば伸びなくても技術的に上がってきてると思う、もしくは上がったと思うんで、数字が後からついてくるパターンだと思う。あれ気づいたら15ぐらいまで簡単なんだけどみたいな、15キープできるんだけどみたいなところまではいけそうな気がするけどな、今の段階で。腕のスイングスピード意識ってわかる気がする。そう、早くしても遅くしても、自分の中で遅く振ってるとかね、そうじゃなくて、もうその、あ、今のはは課金したテーマなんで、これだけは最後まで見させてください。すごい首の動き、鋭く飛ばしたいんだけど腕振ってたら力使うことになると、だから1000点3連だったんですね。おー、いいじゃないですか。だから数字でももう出てるわけでしょ。1000点3連続って今までやったことないことができてる。で、考え方っていうか、知識もだいぶついてきて、ついてきてるっていうか、自分の体の使い方、使われ方が分かってきた。それを言葉で説明できる。これ何回も言ってんだけど、自分のフォームを1から100まで言葉で説明できるようになると完璧ですっていうのは、あとはなぜそうしてる、なぜそうしてる、なぜそうしてるの問いに答えれるんであれば、自分のフォーム、自分の体の使い方を分かってるねっていうのだから、かなりレベルが上がったと思います。あとは数字がついてきます。っていうか数字ももう多分出てきてると思うし、勝手についてくると思う。川島くんいらっしゃいませ。川島くん、はい、皆さんいいですか、準備は、準備はいいですか。おめでとうの準備、おめでとうの準備ですよ。いいですか川島くん。ジャパン合格おめでとうございます。ジャパンプロテスト合格おめでとうございます。インフル前が15で今13です。でもそんなのもうしょうがないよね。おめでとうございます。クラッカー飛んでます。パンパンパン。北海道にまた新たにジャパンのプロが誕生しました。よかったよかった。普通に負けて行動から合格までが早い。確かにたけるくんに負けたね今ね。負けました。何本打ったあれだもん。
117ぐらいしか。ああ、まあすごいね。ケル君にあれできないんだけど体動かさないで首を動くわかんない。キヨさんはでもパーフェクトの方に行くんじゃないかな。あれなんならパーフェクト持ってるんだっけ。静岡がねどうしてもジャパンの試合がない、ジャパンのディーラーがいないのかな。ジャパンじゃないや、ダーツライブのディーラーがいないのかな。フェニーが多いんだと思う、静岡。強えな。そうですね。やっぱね、静岡があるし、神奈川が多いし。うちの師匠の店でジャパン取れるって言われました。ほう。うちもね、試験官呼べば取れるんだよね。試験官の資格お金払わなきゃいけないからいらないっつってなんか結構かかんでね、年間月年間多分十何万かかるはずなんだよな。こんばんは、ダウトシンです。お疲れ様です。ありがとう、おめでとうございます。だってごめんねみんな、俺があの読めない、名前読めない、覚えれないから名前をみんな打ってくれる、ダウトシンさん、ありがとうございます。いやちょっとね、定かじゃないの、もう何年も前に聞いたことだから定かじゃないんだけど、なんかその時うわそれだったらいらないわと思ってやめた。端末かな、誰か iPhone 新しいのください。ごめんね、落ちちゃいますね。ごめんね、ごめんね。なんだろう、こっちとは関係ないはずだから全く関係ないと思うな。何回やんだよ。明日学校だぞ。もう寝ようとしてるのに。終わらせてくれ。3レグ目で落ちるっていうのがなんかね。あと1本。3レグ目で落ちるってことはやっぱりシステム上の問題じゃないの？アプリの問題じゃない？たまたまなんか通信悪くて落ちてるとかそういうのじゃなくて。ライブホームのエフェクトなんかで軽く、いや重くて落ちてるわけじゃないと思うんだよね。 iPhone7 だか 7S だか忘れたけど、全然端末としては悪くないんで。頭か、iPhone10 15ぐらい誰かください。嘘です。iPhone15 って新しいやつだっけ？新しいやつか。iPhone？ あ、iPhone か。Bluetooth感かもしれないですけど、何なんでしょうね。原因は分かりません。112.
なぜなのかはいまいち分かっておりませんが、さあ35名様いらっしゃいませ。ようやっと人数がいつもぐらいになりましたね。先ほどまでなんだと YouTube の不具合なのか、なんかあんまり状況が良くなかったらしく、さあ今度は葵が高校で01を取りましたと。これもし落ちたら落ちた、そこでタケル君を寝かしてあげましょう。もうタケル君から2レグ取られてるからね葵は。負けてちょいちょいクルクルしてる。マジか。ちょいちょいクルクルしてるのは皆さん同じですか？皆さん同じ状況ですかね。クルクルしてるかな。皆さん止まってます？皆さん止まってるんであれば問題は私のこの図、背景とかのせいだと思うんだけど結構これメモリー食うと思うんだよな。やめとくか、この追跡機能。キヨさん止まらない。キヨさんは止まらないってことは端末の問題ですね。あ、 iPhone 勢が止まらないってことは大丈夫あ、わかんない。 iPhone 勢かどうかわかんないよね。飯島くんが iPhone じゃないってだけか。多分函館天気悪いから止まるんじゃない。もしくはこたつをつけてるとか惜しい。くるくるより CM が多い、申し訳ないです。 CM 削除したいんだけど、まあ CM ちょっと見、ちょっと見てみてください。 CM もCM ね、こっちで通知来て間に合えばCM オフにするんだけど、できてない時もあるんだよね。 CM すいません。大丈夫です。あら、ありがとうございます。ってことは飯島くんの携帯が悪い。ヤーさん、相手の子もうまいな。お、ヤーさんはタケルくんをご存知でないと説明しましょう。現在小学校6年生ですが、レーティング AA あります。未来モンスターです。このチャンネルのもう常連さんです。常連さんというかもう直でもね対戦し何回もしてるし、はい、寝なさい寝なさいお前のせいで。おやすみ。お疲れ様。たけるくんありがとうね。未来モンスターです。未来モンスター。